はゲストとか。はい、お願いします。すごい。ゲスト、ホロジョです。どうも。やったー。どうも。ありがとうございます。やったねー。ありがとう。すいません、車海老のダンスの根本です。お願いします。新聞花火の種市です。お願いします。今日はどうした？は？今日はどう？どうした？今日はどう？来てどう？来てどう？実際どう？今ちょっとだけ見て、うん、一応まあ全部終わったってことですよね。いや、まだまだ全部やってたよね、もう。いやいやいや、2時間半ある、これから。うん、これを2時間半繰り返すってこと。まあ2時間半より前に終わってもいいけど。いや、終わった方がいいっちゃうよ。いやいやいや、でも2時間半いや、お客さんそれを望んでるから。ああ、まあ、うん、お客さんが望んでるならね。そう、うん、それはやった方がいい。もちろんもちろん。もうお腹いっぱいだけどね。いやいやいや、まだやって、おいねえ、ということで、おお、なんか始まる感じかと思った今。いや、そんな期待すんなって。いや、欲しがり欲しがり、なんか欲しがりすぎ。まだそのステージに上がってこれないから、うん、やかましい。え、上なんだこっち。お、なんか始まるぞ。まあいいか。ちょっと待ってよ。なんでだよ。まあいいか。おお、ちょっと建設するんだよ。やれならやれよ。何お前。え、陣中つくよ。陣中ってどこだよ。おい、真ん中置いたままやるなよ、こんなことを。お前、俺の陣中右肩にあると思ってる？うん。正解。正解かい。なんでこれ見に来るんですか。なんでこれを。なんでこれを見に来るんだ。おー、それだけ聞いちゃう。それだって。聞いちゃう。それだけ言うな。そんなこと言うな。ずっと思ってたよね。思い出せばいろいろ遊んだりしたら。確かに、竹内君と大岩のなんかトーク一つもないもんね、別に話すこと。そう。なんか、なんで仲良くしてるのかもわかんないな、それは。なんか確かによくわかんないな。な、ちょっと、なんか急に気まずくなったわ。やめる？いや、友達とも思ってなかったけど。え、じゃあなんでこれ始めるって言ったの。いや、なんか都合良かったから。大岩が。その都合のいい男ってこと。まあ、分かりやすく言うとそうなっちゃうかもしれないけど。大岩待てよ。もういい、知らない。もういい、二人きりするなよ。戻ってこいよ。わけわかんないから。やめてよ。ホワイトボールの文字が。ごめんごめんごめん。やめて。ごめんごめんごめん。ごめんごめんごめん。ごめんって。ごめんごめんごめん。本当に、そう、冗談だから冗談。マジで。どっちだこれ。なんか準備してんのか。準備してるならいいけど。どっちだこれ。出てくるだけおもろくなってるのか。どっちだ。やめてよ。どっちだ。まあまあ長いぞ。やってんじゃねえ。やってんじゃねえ。どうだ。配信撮ってるんだこれ。おいおい。おい、ガムテープだと思う。どういうの。どういう時間。インカメであんま撮んないからね。どういうことだ。おい、結構かかってるぞ。どうなんだろう。おお、変かな。変かなしでさ。このまま来んなよ。助かった。いや、でもその高校から知っててさ、うん、そのミクシー、あ、ミクシー、ね、当時ね、はいはいはい、ミクシー知ってる。大岩さんとか世代に。いや、名前ぐらい。パレちゃん知ってる。俺は知ってる。名前ぐらい。結構ミクシーやってた人いるかもしれないんですけど、僕ら世代だと、うん、え、まだ聞く感じだったね。今さ、何今ミクシーやってた人のやつだと思うか。ミクシーやってた人いると思うんですけど。そのままこう言ってるけど。いや、やめて、やめて。一応聞けば。やめて、ミクシーやってたと思う人いると思うんですけど。聞けよ。聞けよ。目でわかるって。なんだよ。分かんないじゃん。やってた。分かってる人の目だったからもう。あ、みんな。そう。一応でも聞いてみよう、それは。え、じゃあミクシー、まあやってた、知ってるよって人いますかね。いや、でもまあ上げにくいしな。やっぱ明るすぎるから。ほら、じゃあ今ので。いや、竹内君の一発目が正解だったのかもしれない、もしかしたら。お前誰だよ。俺、佐藤。佐藤。え、お前佐藤。うん、聞いてない。久しぶりだよ、同級生。佐藤。お前久しぶりじゃん。うん。お前何やったんだ今。お前全然クラスに馴染めてなかったよな。身長同じなの、君。言うなよ。お前さ、うん、もう上げすぎじゃない。お前さ、うん、マジで。気にしてたけど。お前佐藤。ん？お前さ、ずっとクラスに馴染めてなかったよな。いや別にそんなことない。昔から変わってねえよ、その感じ。いや別に変わったしな。正直お前クラスではぶられてたよ。はぶられてた。お気に入りだよ。はぶられてた今。めっちゃいいね、それ。いや、お前はぶられてたの。うん、みんなではぶろうぜ。いいクラス、最高のクラス。いいね、39ついてたよね。他の39人がもういいつけてたよ。あ、じゃあだからまあ卒業するぐらいには普通に友達とかできてたんだ。そう、感謝しろよ佐藤、本当にありがとう。一生親友でいよう。ごめん、お前とはここでお別れだ。
知らないもん。おい、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 あとミキシーの話しろよ。ミキシーの話しろさ。このくらい喋ってんだよ。探り合う上するそうするする。お前行くのかみたいな。ちゃんと話してるの。ちゃんと作り上げようとはしてる。おい、どうなんだろう。どっちだこれ。これどうなんだろうな。なんかあんのか。一回カルピス飲もうとすんだよ。そのまま貝のやつで行くんだったらすっと出てこないで。ちょっとカルピス目に入っちゃう。いいよ飲んでも全然。いいよ飲んでいいよ。まだ20分ぐらいだもんね。始まって。はい。そう、あと2時間10分あります。えぐ。なんかあの扱ったり大丈夫ですか？あ、それは聞いてね。確かに。竹内君聞いてもらえる？みんな。みんなじゃねえ。みんな。友達？友達クラスじゃないんだよこれ。佐藤が作ってくれた友達じゃないの。やべえ、やべえゾーンに入ってるこれ。え？お前さ、さっき友達じゃないって言ったよな。あ、探ってます。いや、それはお前に言ったわけで、別にそのクラスのみんなに言ったわけじゃないから。何？俺がハブられちゃったってこと？まあ、ハブられちゃった。苦手だな。ずっと甘く。ハブ。お前のことを実はみんなハボってたの。ハボってない。ハボってんじゃん。まあじゃあそれは嬉しいけどさ、それとこれとは話別じゃん。お客さんでしょ？友達と勘違いすんなよ。そこは。いやでも、ゆいちゃん、友達って思うのは別にいいことだと思うんだよ。ちょっと、気合い入れ直せよ、お前。え？なんで？気合い入れ直せよ。気合い入れ直せよ。気合い別に入ってるよ。はぁ、食いしばれ！溶け！それでいい。なんで？わかった。ん？なんか、奥歯、なんか、いてはこれが愛の鉄槌。愛の鉄槌は、こうやんだよ。これが痛み。わかんない。どういう、あとなんかうまくいかないとか別にないだろ、こういうのに。おい、前の方の7をすんなって。そうそう、これ前の方の7をすんなよ。面白い。7をの前にすんなよ。ちゃんと面白いよ。お前7を横にせんなよ。これは面白い。お前、後ろ見せんだよ、7を。誰？寿司三昧の横。寿司三昧の横、誰も見たくねえんだよ。寿司三昧の横だろ、お前。寿司三昧の横。正解だ、来い。おい、行くでしょ。今のだけは面白かったから。全然入ってよかったよ、今のところ。ダメだろ。え、俺たちが入っちゃダメだろ。いや、でも一回やってみたらいいんだよ、入るとか。一回もやんない。なんでよ。まだ時間あるからだ。いや、関係ない関係ない。これ30分も経ってないんだぞ。先に入ったら後半ダメだろ、入らなくて。別に残り何分とか関係ないって、これ。あ、そう。いつでもいいんだよ。30分に1回入れるルールにしようよ、じゃあ。入れるルールって何？あと少なくないちゃんと俺らの試合。あともう4回ぐらいしか楽しめないの。いや、そうよ。でもほら、あともう30分終わっちゃう、1回の。おー、意外と早いよ。そのキャリーオーバーされないからね。次の30分に2回とかないから。え、30分に1回だから。きっかりだ。えって言ってるの。きっかりしてる。きっかりしてる。もちろんもちろん。え、じゃあ入っとかないでしょ。なんでなんでなんで。そうそうそう。ちょっと待って。そうだよ。ちょっといいだろね。今日もう入れる回数かけるんだったら行く。もうミュージック行っちゃった。今日そっち。もう入ってるじゃん。だって隣のトットロトットロ。違うやつじゃん。トットロトットロと違うわ。全然やっぱ2と3って違うな。あの、すごいやると楽しい。あ、そうなんだ。すごい。やめられない理由。
俺数学ダメなんだよ。あ、ほんと？成績いくつだった？ 10。 10回。いいね、いいね、すごいよ。おいってなっちゃうのダメなんだと思う。来た来た来た。その10回でこうやればいいから、こうやって。これが突破したから。大丈夫だよ。10回。富士の樹海へゴー。富士の樹海へゴー。俺だけマイアミへ。俺だけマイアミへ。偶数やじゃん。もっと受けていいけどね。めっちゃおもろいけどね。もっとこう、割れるぐらい受けていいけど、ね、今のとか。いやでもそうね。めっちゃ面白いけど。それはいい。いや、それはいいすぎる、さすがに。誰も俺がマイアミ行くと思ってないよ。絶対一緒に行くのかと思って。わざわざそのさ、車エビのダンスをコンビ沸かしてさ、天狗花火種市とセットで呼ぶってよくわかんないあれだけその太田プロだし。あ、そうね。そうそう、ずっと人力でやってきてた。いやでも初の試みよ。そうそうそう。あ、それもその実験的な。先輩とか事務所、違う人とかも呼びたい。マジで先輩やめた方がいいって。え、怒るぞ多分。誰誰その例えばね。誰で、例えば。ああ、怒りそうな先輩。誰なの？言える？で、困ったらこれやればいいから。ああ、なるほどね。まマジで呼んで、うん、怒りそうな先輩ってことでしょ？そうそうそう。本当に青色一号の上村さんとか。いや、よかったよかった今。よかった、今よかった。大丈夫？変な空気が2秒流れたらやればいいから。そうそう、ちょっと待ちすぎじゃない？いい、全然時間はあるから。時間あるから。時間はありすぎる。2時間あるから、2秒待ってもいいんだよ、これ。で、誰なんだっけ？だから青色いちごの貝村さん。いいよ。いいよ。何してんねん。おや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 、チェックが。これやばいよ。これ今まだ貝に出てない。誰もいないから。やばいやばい。全部やべえよ。落ち着いちゃいそう。ね、ああ落ち着いちゃいそう。あ、落ち着く。俺が落ち着かせ大臣。行きます。辞任しろよ。これ落ち着かせ大臣。辞任しろよ。行くぞおいら、巻き魔王。おい、お前さ、勝手にジャンプに連載されてんじゃねえよ。走れ走れ、巻き魔王だよ、バカ。おい、おい。それ考えんな。おい、逃げんな。おい、それって言った瞬間、全部なくなった。確かに空気が。これが本当のマスターハンド。クレイジーハンドどこ行った？クレイジーハンド。クレイジーハンド、クレイジーハンド、もうやめろ。クレイジーハンド来るから。クレイジーハンドのことは忘れろ。クレイジーハンド忘れられねえよ。クレイジーハンド、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 マスターハンド、クレイジーハンド、マイナナ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 ハンド。そう、これがシュウペイでーす。お前さ、異次元のシュウペイさんやるなよ。シュウペイでーす。異次元のシュウペイさんやるなよ。これがアンパンマン。違う。俺がちょっと待って。ああ、本当にだぞ。あの世でチーズに合うんだな。なんでチーズ死んだの。チーズバタコーン食パンマン赤ちゃんマンメロンパンナちゃんロールパンナちゃんバイキンマンカミルン誰が人間なのカツダンマンおむすびマン SL マンエセルマンね、いたけどね、ネギやなネギのやつネギのやつ、ね、なんか怪盗みたいなやつな、鳥山アキラアキラアキラじゃんゆで卵漫画家のコーナーじゃないの小田栄一郎ワンピースね博士太郎違う山本太郎、安全太郎、誰安全太郎、危険太郎、誰不完全太郎、じゃあ太郎じゃないじゃん。確かに。はい、お前
前の負け。くそー負けた。さ、お前はこのままあの駅だ。バイバーイ、うん、お前さやってくれんじゃん。おい、おい、いやーこいつ、うん、あ、くる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 。初めて見たんか、鏡を初めて見たんか、あんたら。こんにちは。もう仕方すんなよ。するなら、こんにちは。おい、なんか言えよ。おい、おい、何それ。もう一回。いいよいいよ、やっちゃっていい。なんで寿司三昧なんだよ。いいよいいよいいよ。よくねえよ。いやいや、別によくねえよ。シュベリーす。お前のじゃないよ。こういうライブで同じこと何回もやんなよ。なんだなんだ。日本舞踊をただのバカにしたやつだ。よー面白いじゃん。よー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 。スピロットを開けるな。うん、もうあそこには触れるんだ。誰も、ごめん。いや、怖いですね、鏡の世界って。うん、皆さんも鏡があったらこの話思い出さないでくださいね。夜も奇妙みたいな。下手くそタモリ。そんなんやる。そんなんやる。何が入ってる。上に札のピアノ。吊り下げ式のピアノみたいな。ないのよ、そんな位置に。普通の寿司三昧。今何か仕掛けようあれ、何かよろしくな。全然いい、全然いい。わりわり、次行こう、次行こう。ちょっとカットで。もう出たくねえな。そうだ、一回そっち側に向き合えてこう。うん、ありがとう。待って待って、脳みそ出てない。大丈夫、大丈夫。ちょっと出て、笑っちゃうなよ。こんなちょっと、ちょっとでもやめてやれよ。ちょっと、どこで赤い手で結ばれんなよ。そこじゃないよ。え、ちょっと待って。小指 ET かい。小指 ET、 小指 ET だったか。メガネの、ちゃんと痛かった。え、脳みそ出てない。何なの。メガネ出てる、出てる。どんぐらい出てる。あ、どんぐらいだよ。こんぐらい。あれ、先にやったんだ。どんぐらいだって。小指痛い。強っ。強いんだよな。強いんだよな。ちょっとごめん、俺今のでプツンとなったわ。あ、やばいんじゃないこれ。大丈夫。プツンじゃなくて、それらしい。あ、やばいこれ。あ、相撲みたいだ。取り組んじゃうの。そんなこと言ってもさ、ポンじゃねえよ。取り組んじゃうのかな。取り組んじゃう。ぽいよ。お前から行くんじゃないんかよ。おーい。あれ、え、大丈夫か。即席ケンタウロス行きます。ああ。即席だから。即席だから、それはそうなる。俺たちケンタウロス向けねえな。やめよせ。うん。なんだよ。光やるなよ、それ。なんでそれだけ決まってるの。お、時間確認するな。お前らだけは確認するな。じゃあ見るよ。まあ、普通にトークしようよ。いいだね。ちょっと一回トークしよう。うん、ちょっと激しすぎた。ちょっとあまりにも二人でふざけすぎたから。まあまあまあ、そういうのを見せるんだよ。ね、それをみんなで。いやいやいや、まあ、もちろんそれもあるけど。緩急、緩急。そう、トークありきだから。それはもちろん。別に、なんかトークが邪魔になってる感じするんだよな。そうそう、トークの時間よりも多分こういうの。じゃあトークしようぜ。え、なんで。合ってた、合ってた。じゃあの使い方合ってた。え
お前のターン。赤飯のしないじゃんって。炊飯じゃん。あ、赤飯だけじゃねえよじゃん。あんま赤飯単品で使わない。今めでたい日かなと思って今日。お前めでたい日だろ。やったことねえのかよ。白米でいいんだよ。白米でいいんだよ。何お前。白米でいいんだよ。エッグマンとかやったことねえのかよ。エッグマン。炊き込みご飯、炊き込みご飯や。ネクオーマー噛むよ。ちょっともう噛むとかやめろせよマジで。お前炊き込みご飯首に巻いとけよ。なんで？ああ、ネギじゃダメかな。ネギじゃダメ。ダメか。じゃあ早く炊けよってね。あ、炊いてやるよ。ちっちゃ？じゃあちっちゃ？蓋でかっ遅い皇帝さんみたいなこと言ってるからバンおい、おにぎり保温で温めるなよ楽しいじゃんかわいそう。なんだよ。聞いたことあるの。帰っていいっすよ。は？
帰らせられない。あの二人を。帰っていく舞台。責任取らせる。待って待って、やめろ、終わりは。やめろ、終わりは。やばそう。こっち許せねえ。いいよ、もう。やめろって。こっちが、やめろって。え、お前がやってたの俺が本当の大輝だお前が騙されたな2回潰したね。おそろそろ来てるけど、え、お前はじゃあ誰だそうなんですね、確かに。あ、俺は太郎です。あのお前が太郎かよく来た。いやー、入りたくない。入りたくねえんかい。太郎さん、なんか今日見学来てくれたしさ、いつも手伝ってくれるじゃん。はい。本当にありがとうな。いや、全然いいっすよ、それはもういつも、いつものことなんで。うん。はい。けど、お前、毎週焼き屋の時に行くって言って来ねえじゃん。それ本当のことじゃないですか。本当のこと言うだろ。本当のこと言わないでください。あれ、何なんだよ。あれは本当の寝坊です。本当の寝坊を毎週するなよ。すみません、ま、それはマジでそうだ。お前は許せねえ。はい、今ここで罰を受けてもらう。え、やめろ。あ、うん、誰だろう。誰だ。保安官。保安官。やめろ。ポップな格好。やめてろ。はい、こいつは俺が殺す。殺す。保安官が殺すなよ。Do you know heaven? 地獄を知ってる？ I don't know! 知らない。ヘル。Yes, I do. なんでお前も知らない。え？え？どっち？何？ You are super? なんだ？なんだ？え？戻った。You are... 行ってー！俺、全然平気。もっと行ってこいよ。鋼鉄の男、アイアンマンって、てめえのことか。俺、ハルク、ハルク、ほら変な体調もしたこれで十分強、めっちゃ強い人ハルク強いな。小村県でいいだろ。え、でもなんか俺だけ鳴らしてくるんですよ。おぉおぉ、ため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 の時間、ため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 の時間リズムネタだ。リズムネタなんだよ。ためるから。何を。木だよ、木。ため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 の時間、ため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 の時間、ため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 の時間。お前は何の時間？オッケー。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 答え返ってきて。ノー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 オッケー。行きます。プシュプシュ。戻すな。殺し系よ。プシュプシュ。もう痛い痛い痛いですよ。首でさ、クイッてやっても戻らなくね？すぐ戻るんだって、こうやっとけば。待って。先生見てもらいます。絶対なんか首を落ちない。すごい展開。ポンポンの中でポンプに入ってる展開がすごい。あー、ちょっと危ないかもな。うわー、え、もうヘディングできないですか。しねえだ。お前、サッカーやりたい。正直、そこまで。本当だったら、ヘディングなんか絶対しちゃいけないけど、最後の試合なんだろう。そこまでやりたくないんだろ。絶対にヘディングはするな。わかりました。まあでも俺は止めねえけど。止めろよ。試合当日。おー、すごい。すげえすげえ。改造、改造シーンみたいな。なんだこれ。え、どっちがどっちだ。お互いキーパー、キーパーのキーパーヘディングしないだろ、あんまり。2個ないボール。ボール2個ない。次の日。どういうこと。また試合やる。もう終わらすか。どっちか。え、なんか出てきた。悪い、これしかなかったんだ。そんなこと。もっと試合終わらす方法。もうしかなかったんだよ。待てよ。デスゲームみたいな。お前だけ許さねえから。悪いな。ああ。武器変わった。あ
大丈夫、もう大丈夫。テレビショッピングみたいな。え？